さあお待たせいたしました、噂のスーパールーキー登場ということになりますね。この時間は佐藤玲選手にお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。なんでそんなこう手の振り方が様になってるんですか。あ、本当ですか、はい、だいぶ緊張も取れてきてる証拠ですか、ね、あ、いやもうだって2回目ですよね、 CS 出演。2回目ですね、はい、去年のファンカンと。そっか、はい、慣れたもんですね。いや、聞きたいことたくさんあるんですが、まず最初に、はい、今日のレースおめでとうございました、はい、あ、 ありがとうございます。今日2球の思想で、はいはい、ちょっとレース見ながら、はい、その辺どうでした、今日のレース振り返ると。思想は良かったんですけど、少しちょっと乗りづらさがあるかなっていうのが課題でしたかね。そうですか。スタートも悪くはないんですけど、ちょっと失敗気味だったんで、そこもちょっと安定させないといけないですし。でもスタート前回に比べたら、いや前回本当に失敗ばっかりして、本当お客様には本当にご迷惑しかかけなかったので、もう同じ失敗をしないように今節は切り替えてたくさん練習して、もう反省を生かしていこうと思ってるので、うん、はい、なんとかっていうところですね。こう VTR で見て改めてご自身のレースいかがですか。そうですね、なかなかエンジン状態が安定しなかったんで、まあ、いろんなパーツを結構変えてるんですけど、まあ、だいぶ戦えるぐらいにはなってきてるのかなっていうような、まあ、レース見てる印象ですね。走ってる方もそれなりには手応えは出てきてます。はい、どうですか、この一級車に乗り換わって、はい、今までなかなかね、こう先輩レーサーのブロックに遭うことも多かったんですけど、こうやってスイスイとさばいていって、はい、まあ、なかなか、まあ、今もさばくのも本当に厳しくて、まあ、いっぱいいっぱいなんですけど、まあ、二級車の時にたくさん苦労した分、さばきも、まあ、それなりには苦労が役に立ってるのかなと思います。これで連勝ですよ。はい、なんとか、まあ、ハンデも、10メーターいただいてるんで、そこも、まあ、しっかり生かさないといけないなっていうので、なんとか勝ててますね。もうなんとか勝ててるってレベルじゃないと思うんですけどもう胸を張って、はい、かわしましたよみたいな感じの。いやいやいや、そんなのはできないんで、まあ、とりあえず、まあ、なんとかベストを尽くして、はい、時計もそれなりには出てくれてると思います。で、ね、今回ウイニングランがあるじゃないですか、はい、私見てえっと思ったのが、はい、ヘアカラー、このカラーですね、はい、これどう今回から、今回からファンカンということで、先輩方にちょっとお手伝いをいただいて、色を抜いて毎日明るくなってます。え、毎日更新されてます、はい、毎日更新されてますはい、初日一発抜いて、昨日もう一回抜いて、今一番明るい状態です。いや、先ほどご出演いただく前に、はい、レース場でしてもらったっていうのは聞いたんですけど、はいはい、現在進行形なんですか。現在進行形ですね。明日変わってるかもしれないですね。いや、変わってると思います私その色の染め方はちょっとわからないんですけど、はいはい、いかようにも変化できるんですか。あ、変化できますね。明るくなったってことはもうこれだけ抜けば何色にもなれるんで、それはどうなるかちょっと楽しみにしてください。一、ね、回じゃやっぱ綺麗な金色ってなかなか出ないですけど、うん、はい、だから毎日されてるっていう。毎日これ2回目、すごいですね。抜き切りました。髪の毛痛みそうですねいやいやいや、心配にはなりますけど、まあ、先輩方、うん、本当に上手にやっていただいたんで。え、どなたにしていただいてるんですか。中山ひかるさん、あと小原さんとちょっとやっていただいて、はい、本当に丁寧に、まるで美容室のような。だってもみあげのとこまで綺麗にはまって、はい、染まりきってますね。染まってるじゃないですか、はい、ですね。もみあげは最初一発で綺麗に染まりきんなかったんで、昨日もう一回やってだいぶ綺麗に染まったと思います。白く抜けました。はい、してやったりみたいな気持ち先輩方のおかげで、はい、それは、佐藤選手から言ったんですか。わ、そうですね、まあ、先輩方とちょっとそう話して、まあ、ファンカンなんでお客様の前に出る機会が本当に増えるんで、うん、ちょっとなんか楽しんでいただくためにもちょっと何か変化が欲しいなっていうので。あら、じゃあ明日も金髪になってる可能性もあるわけですね。ですねすごい。いや、ここからあるとしたら赤か
シルバー系っていうかね。はいはいはい、さすがですね、はい、いやいや、さすがじゃないですよどう考えてもやっていた。あのブルーに行くこともあるだろうけど、はい、いや、はい、でもですね、はい、じゃあこれ佐藤玲選手がどういうヘアカラーになったかは、はい、一着にならないと、一着にならないと本当、はい、分からないと思うんで、これ明日もじゃあ、はい、いやー、ちょっと前に出るためにも一着を取らないといけないです、うん、すごいな、しかし、はい、でもどうですかご自身のエンジン状態は、はい、実際のこの前ね、はい、師匠の阿部選手が、はい、レイ選手の競争者を指さして、はい、これ本当に良くないと、はい、エンジン握ってアクセル吹かしても全然良くないと、はい、よくあれで乗ってるなと思うんだよって言ってたんですけど、はいはい、どうですか。なかなか自分的にも手応えがなくて、まあ、一級車まだ経験がないんで、なんとか乗りながら合わせていろんなセッティングを変えてたんですけど、それでもなかなか手応えがなかったんで、もうパーツをどんどん変えて、最初新車から始まったんですけど、もうほぼ新車のパーツはもう今使ってない形で、はい、だいぶ変えて今ようやく少し形になってきましたね。すごいな、パーツ交換もしてカラーも染めて、はいはい、結構いろいろやってますね。ですね、だいぶ人間も車体も新しく新車になって、はい、はい、いやでもなんかいいですね、はい、なんか毎日毎日時間が経つのがあっという間なんじゃないですか、やることが多くて、はい、いろいろもう競争者も人間も、ね、うん、はい、でちなみにその競争者なんですけど、はい、あの私はちょっと取材でね、その、はい、社名については伺っていたんですけど、はい、改めてちょっと視聴者の方にも、はい、教えていただきたいんですが、今回シロ WV、はい、これはどういう、これは自分はもともと2級車の時はシロ FT っていう、まあ、社名を使わせていただいてたんですけど、そのシロっていうのが自分のおじいちゃんの名前で、でおじいちゃんと一緒に戦っていくファイトトゥゲザーの F と T を取って FT で2級は戦ったんですけど、まあ、一緒に戦ってきて、今回はおじいちゃんと一緒に勝ちたいっていう意味で、W が Wiz とか、あとは Winner とか、うん、で自分は個人的に V っていうローマ字が好きだったんで、ビクトリーの V、それを使いたいなと思ってたんで、うん、それで WV、 なるほど、はい、おじいちゃんと一緒に勝つっていう意味で、はい、つきました。もう当分この方向性でですね、はい、だと思います。はい、はい、これ今後ね SG もありますから、はいはい、どうですかオートレースグランプリ、ちょっと今年 SG というのは苦い思いもあると思うんですけど、はい、ですね、かなり苦い思いもして、まあ、この間のオールスターではなんとか後半はそれなりの軌道には乗れたんですけど、まあ、今回は一級車ということで、今なんとか SG に向けて戦えるエンジンを全力で作ってます、うん、でそのオートレースグランプリは栗原圭介選手と一緒に出場するじゃないですか、はい、ちょっと栗原選手の関係性も教えていただきたいんですけど、はい、そうですね、浜松の栗原君と少しだけロードで一緒に走ってた、1年だけ走ったんですけど、まあ、全然ロードは向こうの方が経験値が多くて、自分はまだ向こうが 4,5 年走ってる時に自分がまだ1年目みたいな、そのぐらいできたんで、あんまり接点はなかったんですけど、でも一緒に1年間ぐらい走りましたね、はい、その時は会話とかはもう全く話さないですね、本当チームも違ったんで、もう国が違うみたいな感じで、あ、はい、そこまで会話はしたことなかったと思うんですね、はい、それが今同じ土俵でですね、うん、はい、戦っているということで、まあ、ちょっと1級2級の違いはありますが、はい、グランプリもおそらく楽しみにしているファンの方も多いと思いますので、はいはい、あと一つ今回ね、はい、コラボ飯っていうのやってますよね、はい、それちょっとご紹介いただきたいんですけど、はい、ジャジャ麺、そうです、佐藤売店さん、佐藤食堂さんとコラボして、レイキュンジャージャー麺ということでコラボして出させていただいて、うん、めっちゃ美味しいですね。麺好きなんですか。麺大好きで、しかも辛いのちょっと自分最近ハマってて、はい、でもう美味しいですね、はい、じゃあちょっと結構例えばラーメンの店とか、はい、いろいろこう行ったりしてる。ラーメン好きで、はい、いろいろ行ってますね。辛いものだったら蒙古タンメンとかも挑戦したりして、はい、中本とか中本行って、うん、毎回もう汗かきながら水のガブ飲みして、まあ、想像絶するね、辛さですもんね。私想像しただけで汗が出てきて、はい、こちらはい、そうです、はい、こちらも美味しいです。ヤクンジャージャー麺、はい、本当にピリ辛で、うん、この時期にぴったりですね、はい、また自分も毎日食べたいぐらいですね、嬉しい時、はい、
ぜひあの正門入ってすぐ左手にあります佐藤売店でこちらぜひお求めいただきたいと思います。さあもう残り時間わずかになりました。では最後にちょっとファンの皆さんにね、はい、明日以降の意気込み、はい、一言いただけますでしょうか。はい、前節までですね、一級者なかなかなれず、スタート等の本当に失敗が響いて本当にお客様に、たくさんご迷惑をかけたんですけど、今節から切り替えてスタートの切り方とかも自分なりに修正していいレースをお客様に届けられるように今節全力で戦っていきますので、たくさん本庄にお越しいただいてたくさんの応援をよろしくお願いします。はい、この時間は佐藤玲選手にお越しいただきました。この最後の一言でワンショットでここまでじっくり話せる、はい、なかなか新人選手いないと思いますので。いやそんなことはないですよ、はい、本当ね。この後のレース楽しみにしていますので明日以降も頑張ってください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。